しおりん、このところ元気なくってさ、しょんぼりしてたから元気づけてあげたいんだ。お手伝いお願いできるかな。そう、空気のいいところでパーッと楽しめば元気が出てくるかなって。あ、来た来た、しおりん、こっちこっち。おはようございます。今日は誘ってくれてありがとう、お姉ちゃん。それにあなたも。二人とも忙しいのに気を使わせちゃってごめんなさい。気にしない気にしない、みんな揃ったし早速出発だよ。ほらほら、早く早く。あ、でも足元には気をつけてね、二人とも。それにしてもピクニックに行くにはずいぶん大荷物ですね。中には一体何が。ふっふっふ、いいところに気がついたね、しおりん。このリュックにはおやつにお弁当に特製のお茶に枕とブランケットと、その他ピクニックに必要なものが全部まるっと入っているのだ。そんなにたくさん。あの、重いのに持ってくれてありがとうございます。というか、枕が必要なのはお姉ちゃんだけじゃ。あれ、バレちゃったかな。でもさ、目的地に着いて綺麗な景色の中でお昼寝したら最高に気持ちいいと思うんだよね。それは確かにそうかもしれないけど。お、これまたいい質問だね。これから行くのはね、私としおりんの他には誰も知らないとっておきの秘密の場所なんだよ。これが本当にもうものすごくすごくすごくいいところなんだ。だから楽しみにしてて。お姉ちゃん、それじゃあちょっとわからないよ。そうそう、どんなところなのか詳しくはついてみてのお楽しみだよ。さあ、目的地までもうちょっと、あと少しだけ頑張って歩こう。到着だよ。ここが私としおりんのとっておきの場所、秘密の湖なのだ。うわー、久しぶり。変わってなくて嬉しいな。また来れたね、しおりん。しおりん、ぼんやりしてどうしたの。してただけで。はい、大丈夫です。心配かけてすみません。ちょっと昔のことを思い出して、最近まですっかり忘れてたんですけど。
外で遊んだことってほとんどなかったし、具合が悪くなったらどうしようって、そしたらまたお医者様に怒られちゃうかもって、お外にこんな遠くまで来ちゃいけないってずっと思ってたから。まさかそんなこと絶対にないよ。しおりは自分のやりたいことをやりたいようにやっていいんだよ。倒れちゃったらって心配はやっぱりあるけど、その時は違うやり方を探したりできるし、何かをやりたい気持ちまで諦めたらダメなんだよ。しおり、私ね、しおりんと一緒に行きたい場所がまだまだたくさんあるんだ。森を探検していっぱい見つけたんだよ。だからね、これからもたくさんお出かけしよう。一緒に来てくれる？うん、私もお姉ちゃんとたくさんお出かけしたいけど、私の体が弱いのはどんなに頑張っても治せないんだって。だから本当はお家で静かにしていなくちゃいけないんだって。ごめんね、私の体が弱くて。ううん、謝ったりしないで。しおりんは確かにベッドにいることが多いけど、その分すごくすごく頑張り屋さんで、誰よりも勇気があるもん。お外に出られるようになるまでしおりんがどれだけ努力してきたのか私は知ってるよ。そんなしおりんを見て、私もしっかりしなくちゃって元気をいっぱいもらったんだよ。本当だよ、お姉ちゃん。だからね、しおりんが何かやりたいことがあるときは私が手伝う。最後までちゃんと付き合ってとことん応援するよ。だから心配しないで。うん、うん、ありがとうお姉ちゃん。私ね、またお姉ちゃんとここに遊びに来たいな。うん、約束する。絶対また来ようね。絶対だからね。うん、そっか。しおりん、しおりん、ねえ、どうしたの？しおりん、はあ、私はあの頃と同じ弱いままなのかな。この前も、あなたは体が弱いんだから無理しちゃダメよなんて言われちゃったし、今日もお姉ちゃんたちに迷惑をかけないように気をつけなくちゃ。ねえねえ、どう？私たちの秘密の湖、気に入ってくれた？今日は付き合ってくれてありがとうね。しおりんが元気なくて心配だったから、今日は気晴らしができるといいな。なんて、私も久しぶりに来たくなったんだ。病弱で寝込んでばっかりだったしおりんが初めて自分から行きたいって言い出した大事な大事な場所なんだよ。うん、そうなの、世界一素敵な場所だよね、しおりん。急に後ろから抱きついてきてびっくりした。びっくりした？もう心臓に悪いよお姉ちゃん。ごめんごめん、でもしおりんがぼんやりしてるからだぞ。ちょっと昔のことを思い出してただけだよ。あの時みたいに綺麗だね今日も。うんうん、さあせっかくのピクニックだもん、花冠でも作ろうか。あの時みたいにお姉ちゃんがしおりに似合う最高傑作を作ってあげちゃうぞ。お姉ちゃん、あの時は花冠私が作ってあげたんだよ。
としてやっぱり難しいって、結局摘んできたお花で花吹雪をしたんじゃない。あれもとっても綺麗だったな。さすがしおり、記憶力いいんだから。姉としての威厳が失われちゃうじゃない。あ、そうしたらしおりんがお姉ちゃんになっちゃうとか、それはそれで悪くないような気もしないような、するような。何言ってるの、私のお姉ちゃんは初音お姉ちゃん一人だけだよ。おー、嬉しいことを言ってくれるじゃない、妹よ。私も大切な妹はしおりん一人だけだよ。ちょっとお姉ちゃん、そんなに頭撫でたら髪の毛がぐちゃぐちゃになっちゃう。ごめんごめん。ありがとう。せっかく来たんだから思いっきり楽しいピクニックにしようね。ほら、しおりんも笑顔笑顔。うん。このお茶、とっても美味しい。うんうん、疲れに効くエルフの森の薬草を入れてみたんだ。提案は彼。私も初めてやってみたけど、すっごくいい感じだね。うん、ちょっと元気になってきたかも。ありがとう、お姉ちゃん。あなたもありがとうございます。ほら、どうしたの？今、何か聞こえた気がして。私、ちょっと様子を見に行ってくるね。え？あれ、ちょっと待ってよ、しおり。あー、行っちゃった。君、何か聞こえた？だよね、しおりんはやっぱり耳がいいんだね。今聞こえたよね、あれがしおりんの言ってた音。こっちに近づいてくる。見て、森の奥の方。あれは魔物、大きい。ありがとうね。今検品させてもらうから、ちょっと待ってちょうだいね。あら、ちょっとあなた顔色が悪いわよ、大丈夫？あ、はい、すみません、大丈夫です。ダメよ、そうやってごまかすのは。いい？具合が悪いのに平気なふりをしているとね、
だんだん無理が重なってしまいには倒れてしまうのよ。そうよ、配達なんて大変な仕事、他の誰かに頼んだ方がいいわ。ああ、もし言い出しにくかったら私からギルドに伝えてあげましょうか。いえ、本当に大丈夫です。私がやりたくてしている仕事ですし。そう、でもね、やりたいこととできることって違うのよ。あなたが倒れたらきっと悲しむ人がいるでしょ。そのうち取り返しのつかないことになるかもしれないわよ。その時に後悔したって遅いの。あなたのために言っているのよ。か弱い子はおとなしくしていた方がいいわね。ね、そのくらいわかってるでしょ。逃げない。私はここに残るよ、お姉ちゃん。しおり、何言ってるの？今から逃げても私は逃げ遅れちゃうかもしれない。途中でお姉ちゃんたちの迷惑になっちゃうかも。それに私がここで魔物を食い止めればお姉ちゃんたちが逃げる時間も稼げるし、少しはこの場所を守ることだってできるかもしれないよ。こら、何言ってるの。私はシオリンを連れて逃げるもん。遅れさせなんてしないよ。ありがとう、お姉ちゃん。でも今は私がお姉ちゃんたちを守りたいの。シオリン？私は小さい頃からいつもごめんなさいって謝ってた。弱くてごめんなさい、お外に行けなくてごめんなさいって。本当は私だけ弱いのは悲しかったし、誰にも迷惑なんてかけたくなかった。だけどこんなに危険な状況の時でさえ私はお姉ちゃんやこの人の足を引っ張っちゃうんだ。私のせいで二人が危険にさらされてしまう。お願い、逃げて、お姉ちゃん。あなたも。私、ここが好きだよ、お姉ちゃん。連れてきてもらって、すぐに大好きになったんだ。もっとたくさん、お姉ちゃんと一緒に来たかったの。だけど、あの時、はしゃぎすぎて倒れちゃって。今日も、この場所に来るのがちょっと怖かった。でも、本当は胸を張って遊びに来たいから。弱いだけの私では痛くないから。私はこの場所を守りたい。絶対にあの魔物をここに入れさせたりしない。よし、わかった。それなら私も残るよ。お姉ちゃん、あなたまで。二人ともありがとう。まずは森の中に行って二手に分かれて攻撃しよう。うまくすれば進路が変えられるかも。
私の力じゃ歯が立たないみたいけど、諦めるわけには。私は知ってるよ。それにさ、これは私がやりたくてやってるんだもん。だから今日は一緒に来てくれてありがとう。お姉ちゃん、ほらそろそろお家に着くよ。安心して、あったかい薬草茶を飲んでゆっくり休もうね。今のは夢？そっか、私寝ちゃってたんだ。超能力の使いすぎで。あ、しおりんは、いったったった。お姉ちゃん大丈夫？うん、どうにかね。ってしおりんの方がボロボロだよ。私も立ってるのが精一杯かな。多分あの人の。
完全にノープランなんだけどね。魔物なんてどんな本にも載ってないもの。一箇所ずつ試していけば絶対見つかるはず。ここじゃない。次はそっち。こら、しおりんばっかり狙って。後ろに回って同時に攻撃するよ。いい？うん、お姉ちゃん。私の魔法とシオリンの力で。本気の初音ちゃんの攻撃、いくよ。とりゃあ、お姉ちゃん、大丈夫？お姉ちゃん、なんとかね。とっさに彼がかばってくれたから。にしても正直なかなかきついかも。全然攻撃も効かなくて力も強くて、そんなの反則でしょう。でももしかしたらシオリンはずっとこんな気持ちと戦ってたのかもしれない。自分じゃどうにもならないことばっかりで、諦めたくなることたくさんあったんだろうな。それなのにいつも前向きで努力家で、私のことをお姉ちゃんって言ってくれるシオリン。シオリンがこんなに頑張ってるんだ。私が弱気になってどうするの。諦めるのは最後でいい。やれること全部やり尽くしてからじゃなくちゃダメだ。私は自分に、しおりんに胸を張れる私じゃなくちゃ。私いつも心配かけてばっかりなのに、今日だって私が二人を巻き込んじゃったのに。二人は私に手を貸してくれた。私の気持ちを信じて力を貸してくれた。あの人とお姉ちゃん、これは私だけの戦いじゃない。ここで諦めたらきっと一生後悔するから。だから絶対に守ってみせる。二人のために、私自身のために。ここから先には行かせない。絶対に。
リン、その姿。え、お姉ちゃんも。あ、本当だ。私たち一体何が起きてるの。わからないよ。だけどなんだか不思議、力が湧いてくるみたい。本当だ。あのさ、よくわかんないけど、これはチャンスなんじゃないかな。ね、しおり。うん、まだ私たち戦えるよ。そうだよね。けどパワーだけじゃ多分どうにもならない。何か方法を探さないと。どうしたらいいんだろう。弱点も見つからなかったし。そうだ、まだやってないところが一つあるよ。え、もしかして上から。だけど森の木があるから。そこは初音ちゃんにお任せだよ。私の魔法でシオリンの矢を導いてみせちゃうからね。わかった。残された矢は一本。絶対失敗はしない。いい？シオリン、落ち着いて。手をつなごう。呼吸を合わせて。うん、大丈夫。私たちならできる。ありがとうございます。お姉ちゃん、私勝てる気がする。だってこんなに力が溢れてる。気が合うね。私もだよ。体中がシオリンと共鳴してるみたい。お姉ちゃんとあの人、それに私の力。さあ弓を引こう。私たちの力を見せてやらなくちゃね。はい、せーの、いけー。静かになった。そっか。よかった。って、お姉ちゃん大丈夫？よかった。安心したら膝から力が抜けちゃって。自分で守った場所だからだよ。しおりんの一生懸命が2回分になったから、その分もっともっと綺麗に見えるんだよ。そうか、お姉ちゃんやあなたの分もですね。さあピクニックを再開しようか。予定外のことがいっぱい起きちゃったけど、ここからは思う存分楽しまなくちゃ。ねえ
ちゃん、どうして今日私を連れてきてくれたの？おお、いい質問だね、しおり。それはね、今日は記念日だからだよ。覚えてる？私たちが初めてここに来た日。そっか、そうだったんだ。うん。それからしおりんの努力が実を結んだ日、私たちが初めて一緒に遠くに行った日、それからそれからまた来るって約束した日なんだからね。そうそう、記念日はいっぱいある方がいいしね。それに今日は君が初めてここに来た記念日でもあるんだよね。覚えてる？しおり、前に私と約束したこと。また一緒にここに来るっていう？うんうん、しおりに何かやりたいことがあるときは私が手伝うよ。最後まで付き合ってとことん応援するよってやつ。しおりんはね、努力家で強くて私はいつも尊敬してるんだ。今日だってさ、しおりんがいなかったらきっと諦めて負けてた。しおりんは弱くなんてないんだからね。絶対絶対忘れたらダメだよ。でも私一人じゃ足りないんだ。私だってお姉ちゃんがいてくれなかったら頑張ろうって思えなかったかもしれないもん。お姉ちゃんがいつだって私を引っ張ってくれるんだよ。私たち姉妹でよかったね。お姉ちゃん、うん、ありがとう。私が元気ないの気がついてたんでしょ。私自分ができることを頑張ってみる。だからこれからも応援してくれる？もちろん。この前は言い過ぎちゃったみたいでごめんなさいね。あなた頑張り屋だから心配なのよ。いえ、気にかけてくださってありがとうございます。私できないこともたくさんあるけど、少しずつでも自分の力で目標に近づいていきたいって思ってるんです。ほら、なんだか表情が明るくなったわね、あなた。そういうことなら応援するわ。頑張って。無理はしちゃダメだけどね。はい、ありがとうございます。私の体が弱いのは変わらないけど、自分にできることを精一杯やりたい、そう思えるようになったんです。あなたにそう言ってもらえるととっても心強いです。ほら、着いたよ二人とも。見て、今日も最高に綺麗だよ。ほんと、ピクニック日和だね。今日も思いっきり楽しんじゃおう。ねえねえ、しおり、早速お願いがあるんだけど、聞いてくれるかな？
うん、もちろん。何をすればいいの？花冠の作り方、私にも教えてほしいな。しおりんにプレゼントしてあげるのが夢なのだ。あ、君にも作ってあげるからね。楽しみにしててね。じゃあまずは花を集めるところからだね。こっちの方がたくさん咲いてそうだけど。って、あれ、なんだろこの光。なになに、眩しい。しおり、早く早く。あ、違った。ゆっくり、ゆっくりでいいからね。しおりのペースで歩こう。せっかくの外出許可だもんね。無理しないように目いっぱい楽しまないと。もうお姉ちゃんったらはしゃいじゃって子供みたい。だってせっかくのしおりんとのお出かけなんだよ。テンション上がっちゃうよ。うん、私もお姉ちゃんと外に出られるなんてとっても嬉しい。はい、お医者さんもこの調子でいられるといいねって言ってくれたから、久しぶりに外に出られて嬉しいです。少しずつでも体力つけたいな。そうしたらあなたやお姉ちゃんとこうして短い時間でも外に出ることもできるから。うんうん、その心意気だよ。お姉ちゃん、この辺りで少し休んでもいい？もちろん。この辺花が綺麗だし。ねえ君、一緒に花を摘んでこない？これはしおりんには内緒なんだけどね。私はしおりんに花冠を作ってあげたいのだ。そんなわけで作り方を教えてくれる？なるほど、そこはこうやって、ああやってここにくぐらせて。うむむ、難しいんだね。しおりんは簡単にやっちゃうのにな。ここをつなげて、よし、できた。うん、なかなかの力作だね。ちょっと歪んでるけど気にしない、気にしない。しおりん、しおりん、ちょっと目をつむってて。何？いいからいいから。はい、どうぞ。お姉ちゃんから可愛い妹にプレゼントなのだ。なんてささやかなものだけどね。はい、もう目を開けてもいいよ。もしかしてこれ花冠？お姉ちゃんが作ってくれたの？うんうん、我ながらすっごく似合ってる。最高傑作だね。本当？よかった。こうやって遊ぶのずいぶん久しぶりな気がするね。うんうん、私も喜んでもらえてよかった。本当はね、ちょっと子供っぽいことやってるかもって心配だったんだよ。ううん、そんなことない。私には一番のプレゼントだよ、お姉ちゃん。それからあなたもお姉ちゃんのこと手伝ってくれてありがとうございます。
それでお願いなんですけど、もしよかったら。はい、お願いします。私もお姉ちゃんの分を作ってあげたくてこういうのって本当に久しぶりで、なんだか本の中の出来事みたい。大丈夫、現実だよ。本を閉じても終わらないのだ。幸せな非日常の一コマって感じ。初音もしおりちゃんもいい姉妹よね。それにしても秘密の場所があるっていいわね。こういうところがあると前向きな気持ちになれるもの。ねえ、あんたはこれからもちゃんとこの二人を支えてあげるのよ。いい？これは私との約束よ。まああんたなら大丈夫でしょ。頑張ってね。それじゃあまたね。楽しみですね。